こんにちはジャズド,ドラムの黒田です今回は全てのジャンルの音楽でよく出てきてしかも分かったような分からないようなシンコペーションということとの解説ですシシンンコペーションとは強迫に長い音またはアクセントを置くことにより跳躍感を得る手法となります。裏拍は動音のビデオを参照してもらえば分かりますがシンコペーションか動音の2種類のどちらかになります。 リズム的動音という呼び名は、私独自が使っているものなんですが、この部分の理論が欠落しているために説明できないことが多いんですね。なので動音という名前をつけました。シンコペーションとは何ですかという質問をすると、タタータですよねという答えが返ってくることが多いです。ヤマハではそうやって教えていることが多いみたいですね。タタータの最初の音は、跳躍のための蹴り足、 準備音、僕の理論ではシシンンコペーション前打音と呼びます2つ目の音符がシンコペーション3つ目の音は着地の手前の動音になりますなので2小節目は動音抜きのシンコペーションですのでこれとほぼ意味は一緒になりますシンコペーションは長い音でなくてもシンコペーションです音が見えないだけで解決しないので空中で音が止まって待ってるようなイメージ なので3小節目も1、2小節目とほぼ意味は一緒です。シンコペーションは音歌が違っても同じように成立します。聴訳の距離が違うといった感じですね。それは音歌というビデオで解説しているので参照してみてください。アンティシペーションという名前はあまり聞かれたことがないかもしれませんが、学典に存在します。シンコペーションなどですが、体を使って表現するものです。 リズムが前に食って出てくる形になりますなので先行音という日本名がついています特徴としては飛距離が長いってことですねロックではこちらの方が多く出てきて先ほど説明したタタータという通常のシンコペーションはあまり出てこないですなのでアンティシペーションと使い分けずに全部シンコペーションと考えていることが多いですなぜロックでは出てこないかというと ロックの特徴は2拍4拍のスネアですよね。これがシンコペーションの邪魔をするからです。ドーンみたいに聞こえてしまうんですね。音色や音量で工夫すればうまく飛び越えれるんですが、あまりやってる人は見かけないです。ジャズやサンバなどは2拍4拍がハイハットで気迫なので、シンコペーションの邪魔をしないんです。この3種類のリズムでシンコペーションを演奏してみたいと思います。 今聴いてもらったように表拍に音があったら着地はするのですが波を遮る防波堤のような感じです防波堤の音量は低ければ勢いは止まらず弱まるけれど流れる感じです上手な演奏はシンコペーションの音を誰かが必ずどこかで拾いに行っています特にドラムはシンコペーションを拾っていく役割が多いのでしっかり理解しておかなければいけませんアンティシペーションもいろんな音化があります こういった音符も全部アンンティシシペーションになります。アンティシペーションの着地はハイハットがあるのでそのまま放置してもそれほど不自然ではありません。聞いてみましょう。 通常のシンコペーションだと着地にバスドラムもハイハットもないのでレガートだけだと着地しきれずに答え待ちの状態になっている感じになります聞いてみましょうこのためシンコペーションではレガートに戻ったところにはバスドラムを入れると解決してリズムがどっしりします聞いてみましょう レガートだけ着地しても、その先に2泊遅れてバスドラム入れるとキャッチできます。これがシンコペーションを後で取りに行くというイメージです。聞いてみましょう。まとめとして、 シンコペーションととは不安定なののでで空中で待機ししている音のことを指しますシシンンコペーションには蹴り足ととジャンプと着地があるこの着地をドラマよく理解しておかないとほったらかしになってしまいますそのうちに消えてしまうのですがこれをうまく使えると非常に立体的な演奏になりますシンコペーションはより安定した脅迫の音に向かう脅迫の音量で着地する音 量が変わるといった感じですね以上シンコペーションでしたジャズはずっと同じテンポで演奏し続けるのでこのシンコペーションの工夫で音楽が広がりますゆったり聞こえたりスピードが乗ったり是非研究してみてくださいチャンネル登録の方をお願いしますメールマガジンでは実際の曲でのアプローチを配信しています無料ですので是非登録してみてください詳細の方に URL が載っています それではありがとうございました。